はい、それでは引き続きまして9月30日前橋大会におきまして行われますアジアタック選手権試合、チャレンジャーチーム野村直也、青柳優馬組、チャンピオンチーム高道のブラックタイガー7組、こちらの記者会見を始めさせていただきます。本日高道の選手ブラックタイガー7は、欠席しておりますけども、コメントを頂戴しておりますのでそちらを代読させていただきます。まずは高道の選手のコメントでございます。やっと誰か挑戦名乗り上げたようですね。誰とやるか知りませんが、俺たちが楽しめる相手を用意してください。第102代アジアタックチャンピオン高道のくということでございます。続きましてブラックタイガー選手のコメントでございます。大森取締役、最近調子はどうですか。私ブラックタイガー7は現アジアタックチャンピオンなのに王道トーナメントに呼ばれず、大森取締役と同じお酒に頼る日々を過ごしています。9月30日前橋大会に呼ばれたと思ったら前哨戦もなくアジアタックの防衛戦が決まってましたね。大森取締役の若いやつらから人望を得られるために職権乱用で決まった防衛戦、大森取締役の人望のなさが表に出てしまいました。しかし私は大森取締役が大好きなので大森取締役に貸しということでしっかりと防衛して大森取締役の陰謀から全日本プロレスを救います。 from 鳥取、第102代アジアタックチャンピオンブラックタイガー7ということでございます。それでは、挑戦者チーム、意気込みのコメントお願いします。まずは青柳優馬選手から意気込みのコメントお願いします。はい、先ほどチャンピオンチームからあったように、まあ、確かに前哨戦も何もなく30日前橋アジアタック選手権決まりましたが、前橋できっちり取り返して、そのなんですかね、あんまり関係ないかもしれないですけど、大森さんから大森さんのなんかその陰謀だとかどうこう言ってる陰謀をね消してやりたいと思ってます。はい、ありがとうございました。それでは続きまして野村直也選手、意気込みのコメントお願いします。はい、そうですね、まあ、僕は、まあ、チャンピオンチームとは初対決なんですけど、まあこの青柳と一緒にこの勢いを見せつけてね、まあ、アジアのベルトを全日本に取り戻したいなと思います。以上です。まあ、チャンピオンチームの2人っていうのはその経験もお二人とも以上に豊富で、はい、試合巧者という印象がありますけど、そういう強いチャンピオンチームから、はい、取り返す自信のほどはいかがでしょう。いや、もちろん自信かどうかというよりかは取り戻したいという気持ちがあります。あのチームじゃアジアのベルトを預けられないなって、まあ、チャンピオンベルト巻いたことない僕が言うのもあれですけど、まあ、自分の初ベルト体感のために取り戻しに行きます。まあ、僕に関してはやっぱ、まあ、青柳とも結構長い間組んでたし、まあ、そういう面では心配はないなっていうのはありますね。だから、まあ、すごい勝つ自信しかないと思います。まあ、ここ最近この2人でだけでタッグ組む機会ってかなりブランク空いてると思うんですけど、はい、そういうチームワーク面とかではじゃあ不安はないってことですね。そうですね、僕はあれですね、なんか結構地方とかでも、まあ、6人タッグだったりで、まあ、タッグを組むことがほとんどなんで、まあ、心配ないかなって思いますね。まあ、僕も心配はしてないですね。チャンピオンになれると思ってます。そのアジアのベルト全員に取り戻すプラス、やっぱこの若い2人で取ってこそなんですか、はい、全員に新しい風景を見せられるかと思うんですよね。そうですね、まあ、僕らが取ったらもう、この若い2人で取るってことに意味があると思うんで、まあ、そういう意味では全員の風景も、まあ、変わってくると思いますね。まあ、そうですね、全日本プロレスが新しくなってから、まあ、新人と言われてたのは僕と野村さんで、まあ、赤パンツ、青パンツだ、青パンツと2人がアジアタックのベルトを巻くだなんて誰も想像してないかもしれないんでね、皆さんが想像してない景色を僕らがお見せしようかなと思ってます。あと阿部選手個人に関して言うと、はい、松本大会を控えてるんでここで勝てば、あ、なるほど、そうですね、できますよね。そうですね、やっぱベルト持って地元に帰りたいですね。はい、
お互い、まあ、そう組んで2人だけで組んでる時間っていうのは離れましたけど、はい、こうお互いそのずっと、まあ、6人タッグとかで組んでるしてきた中で、なんですけど、お互いこう、ここはすごいなって感じる部分ってありますか、パートナーに対して。僕はそうですね、なんていうんだろう、やっぱ長いこと一緒にいるっていうこともあるんで、自分がやりたいことを分かってくれるっていう、そこですかね。まあ、野村さんは世界タッグチャンピオンも取ってますからね、隣にいるパートナーとしてはすごい頼もしいと思ってます。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。